どうも、こだまるです。きーたろうです。キングダム5話感想。いやー、今回でね、二次大戦が終わって、てかさ、もうさ、まず最初に順位、一次大戦の順位なんで発表しないの？確かに。いやいや、あの予告見て、前回の。いや、すると思うじゃん。しないっていう奇跡を起きとったね。確かに。いや、まずそこからやろって話だよね。あ、なんかあの悲しむドボ見るんかと思っとったら、終わったと思ったもんね。ね、速攻ステージ入ったもんね。まあ、その一時のはさ、まあ、結局ね、M ネは何だったんっていう話、まあ、次やるんかね、さすがに。なんか、でも二時も終わったにね、なんみたいな、だって、どう発表するんかね。え、だってさ、しかもさ、次回予告ちょっと最後に言おうと思っとったけど、次回予告見る限り運動会だったじゃん。まさかな、行くで、もうなんか何がしたいんけ。まあ、その一時はね、結局まあ置いといて、二時のね、中間発表も、まあ、最後の方でやって、まあ、専門家って結局誰なんっていう話だよね。いや、ほんと。いや、まあ、どぼうちらはね、好きだったからいいんだけど、なんか、全体的によく基準がわからんなっていうのはね、あるっちゃあるよね。いや、そうなんよね。なんか、もやっとしてしまう原因ってそこにあるよね。なんかね、すぐ急に専門家の順位って出て、まあでもみんなはね、喜んどるからね、あの上位の人たちはやっぱり。今回はかなりステイの方がね、多分一番モヤモヤされてると思うわ、これは。いやー、そうだよね。スキズ6位って。うん、そうよ。さすがに6位って感じもせんよね、スキズは、うん。で、あとはまあ自分たちの投票込みで、まあ順位がね、エイティーズが。エイティーズ SF9 と結構そんなに差はないんだね。うん、SF9 すごいじゃん。すごいね。うん、でめっちゃでもさ自信ついとったもんね SF9 これで。確かに確かに。しかもまあいいステージだったよねドボの曲ね。うん、そう、スティーラーね。自分たちの評価だと B2B と SF9 が同率1位なんだね。まあちょっとね、また中間順位またこうやって発表してしまったから、この後ね、投票にどう影響するんかが、まあ個人的にはさ、ドボイズがちょっと最下位なのは悔しいから、まあどうなるんだろうね、ドビ頑張ってほしい、ドビ。いや、そうだね。まあドビは韓国の方が人気あるっていうから、グローバルっていうよりも、その韓国の見てる方々がね、ぜひ投票してほしいなと思うけど、まあ、うん、まあでもね、全員どうなるんかがちょっと気になるよね。おう、まずアチズから、あの最初にさ、ステージの前にアイコンソンベンギムへの愛が溢れとって、あのやりとりさ、なんか全体的に良かったよね。なんか良かった良かった良かった。うん、なんかあのカトク、ウヨンとあのアイコンの先輩とのやりとりしてるやつ、私役見たんだけど、すごいひたすらね、もう後輩って感じで可愛いマンネって感じでね、すごいいい感じだったんよ。なんか自分が憧れてた先輩いたら、まあそうなるよね、こう一緒にね。そうだよね。だってなんかアイコンの曲、なんか学校のお祭りとかでもなんかやったことあるみたいな。学園祭なのかな、こっちで言う。うん、であとさ、その学生時代の写真がなんかその、なんかそのフェスティバルの感じで、思い出とともに、なんか学生時代の写真もさ、パンパンパンってみんなの分出てきて、みんなめっちゃさ、今やこんな悪い海賊みたいになっとるに。可愛かったよね。そう、可愛い。学生時代ちゃんと学生感あったね、さすがに。ね、あどけない感じでね。うん、サン君が私めちゃくちゃ可愛かったです、ありがとうございます。あとさ、学校のお祭りもそうだけど、なんかその練習生時代、なんか月末評価っていうの時でもね、うん、アイコンの曲でやったから思い出があるとかって言ってたよね。いや、だってさ、デビューに向けてのやつやね、か月末評価って、月末評価って、うん、あれか、じゃあ毎月評価して、それでもうあれも練習生辞めさせられるとか、そういうことにつながるってこと。そう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 。ああ、なるほどなるほど。そう、まあよかったらよかったら褒めてもらえるしみたいな。うんうんうん。で、多分見る人が多分結構重鎮な方が見るから、ああいうのって大切なやつなんよね。そりゃもう必死で練習しただろうし、もう思いもうひとしおだよね、それを。まあそれで選んだ曲はリズムターで、そう、ステージが前回の1位を踏まえて、なんか自信がついとったね、かみんな。で、それでなんか練習してて、結構いい雰囲気だったし、多分、ホンジュンさんが言ったと思うんだけど、ちょっと違ったらあれだけど、説明しなくてもわかるようなステージにしたいって言ってて、それがね、本当今回のキングで一番正解な気がしとるんよね、私。ちょっと、考察とかね、難しすぎるのも難点だよね。そうなんよ。なんかやっぱ、ファン以外の人は、やっぱりちょっとわかりやすい方が、見てて楽しいっちゃ楽しいじゃんね。ファンはね、考察あった方がいろいろ面白いと思うんだけど、でそのなんか本、なんか結構、あ、いいこと、いいことっていうか本質的な感じかなと思って、すごいいいなと思ったよね。やっぱそういう点でアチズそれをいち早く掴んで、
まあ、アチズはそういうのうまいしね。最初の車の中で暗くなったと思ったら、なんかめっちゃ怖い仮面つけとってね。ね。あそこからのあのめっちゃ犯罪者感で、ね、あれ窃盗団みたいな、強盗団みたいな感じ。いや、あのね、違う、政府への反逆的な。そうだそうだ、アートダンスミュージックが禁止された世界だもんね。そう、かな、革命家っていうかあれだよね、反逆団なんて言うんだって、ああいうのって反組織、反組織ってなんかヤクザ、反社違うかまあでもとりあえず治安が悪くてね、今回は大正解そう、アチズは治安悪くて大正解なんよ。あのね、リズムターが始まって歌い出し始まったら、あのウィスパーっぽい歌い方で、私それ結構ね、あ、いいなと思ったよね。それはかっこいいと思ったんよ。だって結構有名な曲だから編曲するの難しい。そう、ね、そう、編曲するの難しいねか、うん、結構オリジナル感が出とってね、よかったんよね。で、あとはまあサン君がツタみたいな登って、うん、そうロープ、うん、そうそうそう、ウィスパーがね盛り上がった後、サン君ツタ登ってボタンを押すとこから金庫が開いてさ、あー、なんか盗むやつね、うん、そう、まあ反組織的な方々がお金調達してまあそれでもう一回サビ入って、ホンジュンリーダーの演説ね。いや、演説入んのいいよね、あれ、うん、あれめっちゃかっこよかった。あれめちゃくちゃいい。そう、すごい分かりやすいしね、広告の飛行機でできたしね、なんか飛行船、あの演説でね、そう、宗教感が増してきてね、それが私は良かったよね、うんうん、それがね、最初のあのね、あのチラシとつながってるっていうかさ、うんうんうん、演説からのまたジョンホのシャウトね、高音のさすがないよね、やっぱり。でシャウト私1回で終わると思ったら、みんなダンスしてる時もずっと暴れとったん、ジョンホ暴れてる、さすが。今回ね、一番こう歌で BTOB 先輩ももちろんうまいんだけど、ジョンホもかなりやっぱすごい見せ場作ってくるよね。で最後のユニゾンのダンスの力強さ、もうフィナーレ感みたいなのがすごくて尋常じゃない紙吹雪だったあれ何、チラシかね、チラシ、チラシ、うん、大きかったか、うん、チラシだね、うん、終わったと思ったら、そこからの砂時計ガラスガーンって、いやー、あれなんか前回となんかつながってたよね。うん、だってあの砂時計のとこのシーン、音楽がさ、あのドボルザーグの音楽だったよ。そうだよね、あのクラシックのね。そう、ゾワゾワってきたもん、あの瞬間。そうで、そこからやっぱ海賊につながるんね、きっと。ですごいね、いいステージだったね、やっぱり。いいステージ。しかもさ、なんか調べたらさ、アチズのコンセプトってなんか昔からの馴染みのあるコンセプトらしいね。お馴染みらしいよ、なんかその書いてある文字とかがなんかつながってったらしくて、エイティンの人はなんかこれは私たちは分かるや、分かるやつみたいなこと書いてた。あ、なるほど、じゃあ考察要素も入れてきたね。そう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 、だけどそれはなんか昔からのファン用みたいなさ、ちょっとそこはつながっててみたいな。でもそこ知らなくても楽しめるみたいな。いや、なるほど。じゃあ私はそれ知らなくても楽しめたし、ファンはファンでもっと深く楽しめたんね。うん、そう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 。ちょっとマジで詳しい方、もっと分かる方いらっしゃったら、ちょっとコメント欄で教えていただきたいですね。じゃあ次、 B2B はまず、あのやっぱり何回も言うけど、会話が好きだよ、私は4人の。だってさ、なんかホワイトボードに月図の良かった曲書き出しとったねか。あれがちょっと英語じゃなくて韓国語になっただけですごい楽しそうやねか。そう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 、そこ笑うとこみたいな感じでももうでもなんかすごい楽しそうだし、面白いし、なんかいいよね。でスキズとの電話とか、電話すんねか、うん、あの答えたくない質問めっちゃすぐ切っとってそうそうめっちゃあれもいいよね。スキズのさ、みんなの反応も可愛かったし、この交流がいいなと思って、そう、好きなメンバーとか誰ですかみたいな聞いた時にちょっとだけ間があってプッて切ったから言いたくないやつね、すぐね。いや、期待しててね、面白かった、スキズも、うんうん、でステージね、あのクイーンダムのママムの一人一人にフューチャーしていくスタイルを、そこからまあ発想を得てやってったけど、まあ、ほんとそれぞれのさ、ステージの準備してる、控え室でね準備してる感じ。でもさ、準備してる感じだとしても歌うますぎん。そうなんよ、今回もやっぱライブ感が B2B はあって。そうだね、なんかロック調、なんかバンドサウンドみたいなね、よかったね、うん、実力あるからさ、そういう生っぽい感じの音楽とか似合うよね。で特に私はあのやっぱ4人揃ってからの本番始まった感が好きなんで。いいね、バックステージでね、それぞれ1人ずつパフォーマンスして、全員が揃ってステージに揃うっていう、あの感じもね、分かりやすくてよかったね。そこからの、まあ、2人でさ、高音の盛り上がって、盛り上がりすぎて、盛り上がりすぎてじゃないけど、ミヒョクさんのタンクトップがそうそう
すごい、でもすっごい綺麗に破けたよね。いや、あの、私さ、ついさ、あれはああやって破れるんとか質問しちゃったもんね、タロに、タロに。いや、あれはちゃんと切り込みが入ってるよって言ったよね。まあでも入ってたとしても、綺麗、なんか綺麗なね感じする。すごい綺麗だったよね。てか、その綺麗に破けるだけじゃなく、破けた時の筋肉すごすぎて、いやいやいや、彫刻みたいな筋肉されとったよね。いや本当に、あのミンヒョクさんって結構綺麗な感じの顔やねんか、美しい感じの人ってなんかなんとなくイメージがさ、スタイリッシュな体ってイメージあるけど、うん、あのムキムキだから、バキバキだったんだよね。で、あのぬ、なんか綺麗なパーンって裂けるからさ、あれ私何回も見てしまった、つい面白くて、つい面白い言うな。いやいやいや、なんかすごいおーっていうのもあるけど、やっぱなんか綺麗すぎてね、ちょっと。いやでも本当いいステージを見たって気分にねさせられた。よかったね、かっこよかった。そう、なんか B2B 先輩がさ、もうあんなに激しく踊ってるの多分初めて見たのかな、僕は。うん、うん、すごい、あ、全然つか、もう結構ボーカルのイメージが強かったから、うん、あ、全然踊れるし、あ、普通にかっこいいなと思って。うん、そうだよね。そしたら、まあ、ミンヒョクさんがバーンってやるしね。バーンって。最後さ、全体でバーンって終わるんよ、あれ。その時の私はもうずっとミンヒョクさんしか見てなかったよね、もう。完全に体にやられてるやん、それ。うん、なんかちょっと斜め横みたいな。あの筋肉すごいよね、逆三角感がすごかったよ、ね、マジですごかった。あんな人なかなかおらんよね。てかマジで筋肉って簡単に作れる本当に。いや、作れん作れん作れん。まあ何回も言うけど、筋肉は簡単に作れる。なんかそんなのなかった。可愛いは作れるじゃん。あ、それそれそれ、よくわかったね、ありがとう。なんでわかるん、やばくない。あ最後スキズ。いや、スキズはね、いつも強いコンセプトだ多いからさ、アクティブな感じのイメージが多いけど、今回ちょっとボーカル強めでさ、切ない感じが新鮮だったんよね。ね、なんか割と大切な人を守るみたいなね。うん、守る、うん、そうだね、救い出すみたいな、救い出すみたいな。歌が今回結構大切な感じだったから、レコーディングもね大変そうだったね、高音が高いから、うんうん、そういうレコーディングも自分たちでやっとるんやね。ちゃんと自分たちで作るもんね。うん、うん、やっぱほんと強みだよね。いや、ステージね、石像になる子供を取り戻すような歌なんかな、これは。まあ、最初スンミンくんから始まって、まあ、歌がねやっぱ特に大切な感じだったから、ほんと歌が際立つような感じの静かな感じで始まって、ね、そこからラップね入って、もちろんかっこいいんだけど、リノくん本当に歌うまいんだなと思って、なんかねコメントでね、リノくんもねすごい歌うまいんですって来てたから、うんうん、でそうちゃんと見たら、あ、本当にうまいなと思って、綺麗な声だったんよ。でそこからのね、あのフィリックス、ピリくんが足引っ張る、めっちゃ足引きずられながら、足引っ張られて引きずられそう引きずられながら、すごいね、引きずられとるに顔ずっと綺麗だし、そうそうそう、なんか指にこうやってさ、こうやって口に当てたところめっちゃ美しくて、引きずられてるとは思えんぐらいの美しさだったよね。そう、こんな綺麗になる、引きずられながら。で多分人類のさ、引きずられてる人の中で一番美しかったよね。めっちゃ美しいじゃん。引きずられてる人はそうそう見いけるね、やっぱり。そう、あんまりあのシーンないけどね。てか関係ないけど、フェリックスくんさ、あのその後インスタ更新したんかな、なんかまつげすごい白くてさ、マスカラ、フィリックスくんはね白いマスカラをしてたらしくて、美しい感じだね。あのステージメイクはそうだったってこと？そうらしい。あ、本当だ本当だ本当だ。でまあそこからのどんどん、まあ、クライマックスになってって、歌とねラップが同時にやってね、そのクライマックス感がすごい良かったよね。後ろにさデビルみたいなのが、スクリーンにね映ってね、そうデビルが映って、フィリくんがなんかジャンプしてさ床に落ちて、でそっからなんか天使みたいな、大天使みたいな後ろに出てきて、すごい祈った感じがさ、そう祈った感じのクライマックスってなって、そしたら急に倒れて男の子がふって復活したっていう。そういうことか。そうで、それでその時石像がもうない、さっきまであった男の子の石像が、あーはい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 、復活されたってことね、多分命と引き換えに。そういうことか、うん、まあ、違、こんな自信満々にいて違ったら本当クソダサいけど、でもそうだよね、そうあれだよね、少年だから、少年をリボーンさせたってことだよね。うんうんうん、そうだから今回のすごいコンセプトに合ってる、なんかねリボーンステージだからさ、かけてきたんかもしれん。うん、うん、いややっぱコンセプト悪くない、なんで最下位なんやろね。あとさ、なんかあの少年ヒョンジン君説、あそうそう見た見た、うん、そうそう、なんかで結構考察してる人いたよね。えでもさ、だとしたらヒョンジン君助かったけどみんな死んどるけど大丈夫。
それはそれですごい大問題だから、みんなで助かる助かるコンセプトにしてほしいよね。確かに確かに。でこれでね、まあやっぱさっきも最初言ったけど、順位がねちょっとこのあとまたグローバル投票でどうなるかっていうところと、ちょっと私個人的にはもうほんと運動会はなんかてか運動会こうね、キングダムちょっと殺伐としてきたから楽しみっていう純粋に、まあ、確かにね、ちょっと一回箸休めっていうかちょっと平和な映像見たいよね。あの予告で一番気になったんが、あの B2B 先輩のプニエルさんが飛び箱ごと倒れて、そしたら心臓マッサージ心臓マッサージしとって、さすが B2B はなんか違うなって思ったよね。もう体張ってるね。もういやなんかそういう面白シーン作ってくるとこ本当なんか天才だよね。面白いわ。さすがやね。いや癒しだわ。そう期待できる。次来週の運動会何な運動会って、運動会って何いや分からん、なんか普通にさ M ね割と恒例だけどさ、いや運動会って何、まあ、まあ楽しみなんだけどね。まあね、次回が楽しみだね本当に、うん、楽しみ楽しみ、うん、あの次回は多分ピリピリ戦からそういう意味でも楽しみ、うん、ちょっと気が楽、うん、でももしかしたら下手したら順位そういう感じで挟んでくるかもしれない1回目のありそうじゃない。ありそう。忘れた、なんかね不意打ち疲れそうだね。そうで結局みんなちょっとイラッとして終わるみたいな、平和には終わらせん感じね。うーん、さすがよく CM ですよ。